ベジタリアンの友人。私の友人の話。友人と私は特に仲がいいってわけでもなく、幼稚園から高校、そして就職した会社が一緒だった。友人は私と違って快活で、正義感が強くて、いつも彼の周りには人が集まってきます。 そんな彼は就職した会社でも同期の私を含めて他の同僚とは一線を隠すほどの存在でした。先輩や上司からはすぐに戦力としていろんな仕事を任されたりしました。彼が弱点を持っているとしたら強いて言うなら彼がベジタリアンであること。今のように 多様なライフスタイルを尊重するという時代ではありませんでした。会社の飲み会や取引先との食事では、それが少しハンデになるかと思いましたが、彼は持ち前の人当たりの良さで、その場その場を切り抜けているようでした。しかし、社内の飲み会の時、一人の先輩が悪ふざけをしました。友人が席を離れたスッキを狙って、 彼が食べている生春巻きにゴーヤチャンプルの細切りの肉を仕込みました。私や他の同僚はやめるよう言いましたが、先輩は、俺が肉のうまさを教えてやる、と言って聞かなかった。私たちも、まあ口に入れて気づいたら吐き出すかな、くらいに思ってました。トイレから帰ってきた友人が席に着いた。 もともとテーブル状の皿のうち食べられるものが限られているので彼はすぐに例の生春巻きを口に入れましたしばらく噛んだ後、違和感を覚えたのか食い口を注意深く覗き細い肉が垂れているのをまじまじと目を見開いて確認しましたなどうだうまいだろ あんまり好き嫌いしていると幸せを知らずに生きていくんだぞ。俺が食わしてやったんだから、もうかっこつけてベジタリアンとかやめろ、と先輩が言った。友人は目を見開いたまま先輩に顔を向けた。そして静かに口の中のものをさらんだし、お前かと。 声にならないような声で先輩に聞いた。私でさえ見たことのない行走に周りの空気が凍りつく。友人は一転してうろたえる先輩の顔面を殴った。そして掴かみかかる。私たちが慌てて止めに入るも完全に気が触れていて力が尋常でない。友人は鼻が折れて血だらけになっている先輩に なんでこんなことをとずーっと村ラ,ラを掴んで揺さぶっていました。そしてその手がやがて先輩の首を絞める方向に力を込め出したところでやっと引き離すことができた。後日、友人は退職届を出した。私や現場に居合わせていた同僚で上司に説明し、 彼が会社に残れるような措置が取れないか掛け合ったが友人自身の意思が固く結局彼は会社を去りました例の先輩はけがが治る間療養という名の謹慎処分を受けてその後何事もないような顔をして復帰友人に対する恨み事を私に言ってくるようなことがありましたから反省はしていない様子 数ヶ月後あの事件を皆が忘れかけていた頃先輩の死体が会社近くのゴミ置き場に捨ててありました顔は原型をなくし口には大量の生ゴミが詰め込まれていたという